日本獣血球虫は、変形動物門球虫綱に成球虫アコアリカベ球虫目獣血球虫か獣血球虫属に属する動物。哺乳類の門脈内に寄生する寄生虫の一種である。日本獣血球虫が人に寄生することにより起こる疾患を日本獣血球虫症という。中間宿主は淡水に生息する小型の巻貝のミヤリガイ。 最終宿主は人、猫、犬、牛などの様々な哺乳類である。分布は日本を含む東アジア、東南アジア。かつては日本が分布の北限であった。日本では、寄生虫病予防法により、日本重血球虫病の有病地を都道府県知事が告示していた。日本重血球虫の鉄ヘマトキシレン染色標本。紐状の形の細長い球虫。 雌雄遺体で、メスは黒か四色で細長く、オスはメスよりも淡い色で太くて短い。オスの覆面には、抱カえカメス管と呼ばれる溝があり、ここにメスが挟み込まれるようにして、常に雌雄一体になって生活する。体長は、オスが9から18ミリメートル、メスが15から25ミリメートル。集乱の大きさは70から150から70マイクロメートル。 人を含む、哺乳類の血管内に寄生し、赤血球を栄養源にする。日本重血球中のセルカリア。これが、水系から経皮膚的に哺乳類に感染する。最終宿主動物の糞便と共に排出された卵は、水中で孵化し、専門を持つミラシジウム陽性となる。ミラシジウム陽性は、見合い以外の代表を破って体内に侵入し、 そこで成長すると、スポロシスト陽性となる。スポロシスト陽性の体内は、未分化な肺細胞で満たされており、これが分裂して肺に分化し、多数の娘スポロシスト陽性となって、スポロシスト陽性の体内に出る。娘スポロシスト陽性の体内の肺細胞は、長く先端が二股に分岐したを持つ、セルカリア陽性となって娘スポロシスト陽性と、 宿主の貝の体表を破って水中に泳ぎ出す。見合い貝は水田周辺の溝などに生息しており、その水に最終宿主が皮膚をつけた時にセルカリアが皮膚分解酵素を分泌して皮膚から侵入し、感染する。その後肝臓の門脈付近に移動して生体となる。生体は成熟すると死由が抱き合ったまま門脈の血流を遡り、 消化管の細血管に至ると散乱する。卵は血管を促線するためその周囲の粘膜組織が餌子し、卵は餌子組織もろとも消化管内にこぼれ落ちる。日本の個体群が最初に医学的、生物学的に記載されたため日本充血球中と名付けられた。日本人が国外に広げた日本特有の寄生虫というわけではない。 大腸粘膜の中卵肝臓の中卵感染初期にはセルカリアが侵入した皮膚部位に皮膚炎が起こる。ついで急性期の症状として発熱、腹痛、水曜日にあるいは粘血弁が現れる。肝腫大を認める場合もある。慢性期には生体が腸の細血管で散乱した卵の一部が血流に乗って流出し、中卵が主要臓器の細動脈に側線して周囲に。 炎症が起こり肉芽腫を形成する。これによって、肝硬変のほか、貧血、皮腫、消化器障害などを併発する。高酸球増多も認められる。肝硬変が顕著な例では、門脈の血流が訴えして腹水が溜まり、腹部傍慢をきたす。また脳においては、転換、痙攣などの症状が現れる。症状を放置すると、最終的には衰弱死,死に至る。 右の顕微鏡写真は病理解剖で見つかった血腸と肝臓の重血球中卵の痕跡。かつての流行地での生活履歴を物語る所見である。第二次世界大戦中に中国南方、東南アジアに日本軍へ従軍した折の感染であることも多い。日本では古くから山梨県の甲府盆地底部、福岡県、佐賀県の筑後川、流域、 広島県深谷津郡旧館鍋町、片山地区が三大流行地であり、風土病として知られていた。最大の有病地である山梨県ではこれを地方病と呼び、古くは流行地には娘を嫁に出すな、という続言が生じていた。同県では日本重血球中対策を行ったことで、観光県による死亡率が約2、3にまで激減するほど、 人々の生命を脅かす存在だった。宮入り供養費。久留米市宮の陣。2014年12月撮影。日本重血球中症には、プラジカンテルという特効薬がある。しかし、感染を繰り返すたびに肝臓が破壊される問題もあるため、根本的な解決には至らない。そこで、水田、用水路には、素足で入らないこと等の感染予防指導を行い、 同時に、日本充血宮中の生活環自体を破壊する、試みが行われた。日本充血宮中の中間宿主である宮入貝は、水田の側溝などに生息し、特に水際の泥の上にいる。そこで、それまで素彫りで作られていた水田の側溝を、コンクリート製の U 字工に切り替えたり、PCP などの殺害剤を使用し、宮入貝が生息できない環境を作る取り組みが、 行われた。日本では第二次世界大戦後に補助整備が進んだことから、見合い利害も減少し、日本重血球中病も1978年以降、新規患者の報告はなくなった。1996年2月、国内最大の感染地帯であった甲府盆地の藤川水系流域の有病地を持つ山梨県は、日本重血球中病流行の収束を宣言した。 百十五年にわたる対策の成果であった。また、西日本における主要な感染地帯であった、筑後川流域では、筑後大関の建設を機に、河川を管理する建設省、石を管理する水資源開発公団、流域自治体の三社が共同して、九百八十年により、湿地帯の埋め立て等の河川整備を石建設と同時に行い、徹底的な見合い利害駆除を図った。 この結果、1990年には福岡県が安全宣言を発表し、その50年の追跡調査を経て、新規患者が発生していないことを確認し、2000年に収束宣言を発表した。宮入外の最終発見地となった久留米市には、宮入外供養費が混流され、人為的に絶滅に至らしめられた宮入外の例を、弔っている。流域はかつて病地で、 1970年に河川敷で放牧されていた地中市に再発生した。このため、千葉県が自衛隊に依頼して、見合い利害生息地を火炎放射器で焼け払った上に、角度で覆い放牧地として使わなくする措置を取った。ただし、すべての見合い利害が絶滅したわけではない。現在でも千葉県帯津川流域及び最大の有病地であった山梨県。 甲府盆地北西部の釜梨川流域では継続的に生息が確認されている。つまり世界で感染した人がログソをすると再流行する可能性はあり安心というわけではない。中華人民共和国やフィリピンをはじめとする東南アジアでは未だに感染地域が残りプラジカンテルに対する体制の出現も報告されている。またアフリカ等では マンソン充血休中、ビルハルツ充血休中、東南アジアでは、メコン充血休中の感染も問題になっている。ワクチンによる予防手段はないので、感染地では、淡水の生水を皮膚に接触させないことが重要である。ABC 吉田幸雄、ユーソノナオ図節人体規制中学会定発版、P178 難山道、小島聡明。 寄生虫病の話身近な虫たちの今日 p 1 5行政施策と観光編死亡東京都健康安全研究センター平成8年度厚生科学研究小島聡明寄生虫病の話身近な虫たちの今日 p 1 4から16千葉県レッドデータブックカイルイピアニッシモ434ありがとうございます